皆さんこんにちは。今日はアメリカのコロナの現状について、少しお話ししたいと思います。まあ、アメリカって言っても私が今いるシカゴでの話しかできないんですけど、皆さんの参考になれたらと思います。まず私は成田からシカゴの、お部屋空港まで直行便で来たんですけど、まずその飛行機の中は人はまあ少なくって、でもまあ両脇には人がいなかったんですけど、前後には人がいました。乗ってる人はみんなマスクちゃんとしてて、でその後シカゴのお部屋空港に着いて、空港でも人は全然いなくて、みんなマスクしてましたね。で私は一応学生ビザを持ってはいたんですけど、トランプのこととかもあって入国できるかなってすごい心配だったんですけど、I-20 とそれからその学生ビザがついたそのパスポート、その2つをちゃんと見せたら、スッて入国審査を通ることができました。なんか質問されたかっていうと、一つだけ聞かれたのがあって、どこの学校行くのっていうでした。なんかその他になんかどこで泊まるのとか、自主隔離はどこでするのとか、そういう質問は一切なくて、あ、もう空港に着いた瞬間これをもらいました。 Stop the spread of COVID-19 って言って、で1週間自主隔離してくださいっていうこの紙をもらってバイバイって感じでした。今は本当にトランプの頃とかビザ問題でいろいろ留学生が大変な時期だとは思いますが、皆さん一緒に頑張っていきましょう。これからも、その留学生活の Vlog だったりそういった動画をいろいろと更新していくつもりなので、ぜひよかったらチャンネル登録と、もしよかったらいいねボタンお願いします。